こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日なんですけれども、就活生の方に来ていただいたので、模擬面接をやっていこうと思います。本日模擬面接に参加していただく佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初にですね、今の佐藤さんの就活状況とか伺ってもよいでしょうか。はい、現在はメーカーを主に受けておりまして、これから面接を受ける企業が3社ほどございます。メーカーの職種的には営業職を中心に見てるんですかね。はい、営業職を中心に見ております。了解です、了解です。かしこまりました。面接は何社か受けたりとかはしてるんですか。まだ受けたことがなくて、練習もしたことがないので、これが初めての面接になります。いいですね、今日デビュー戦っていうことですね。デビュー戦になります。いいですね、いいですね。実りのある模擬面接できるように頑張っていければと思いますので、お願いします。よろしくお願いします。では早速模擬面接やっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず最初に自己紹介お願いいたします。はい、現在大学4年の佐藤と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。学知か教えてもらってもいいですか。学生時代一番頑張ったことお願いします。わかりました。私が学生時代最も頑張ったことは教員免許の取得になります。卒業に必要な単位の取得に加えて、自分の学科で取得することができる、免許の取得や、免許として他学部の免許の取得にも、取り組んでまいりました。また、教育実習に参加の基準となる GPA の、基準を超えるために、課題の提出であったり、日頃の学業を、しっかりと行う、計画的に行うためにどう行動していけばよいかというのを考えて行動してまいりました。この他にも模擬授業であったり、個別指導塾の講師として、生徒や、保護者の方に対する話し方の部分で、伝え方であったり傾聴の部分を、どのように改善していくかということを常に考えてきました。結果としては、生徒の偏差値を10上げることであったり、赤点を取っていた生徒の点数を8割上げることなどに成功したことが私の成果になっております。以上が私の学生時代力入れたことになります。かしこまりました、ありがとうございます。塾の方も聞ければと思うんですけど、個別指導塾の講師はどれぐらいの期間やられてたんですか。はい、2年間やっておりました。了解です、了解です。ここで出した一番の成果は何になりますか。私が指導していた生徒が、志望校に全員合格したということが成果としてあります。了解です、了解です。ちなみに何人教えてたんですか。中学生と高校生合わせて6名教えておりました。6名担当していて全員が志望校に合格するっていうのは素晴らしい成果だなっていうふうに思ったんですけど、何がその成果につながった大きな要因でしたか。はい、個別指導ということで、一人一人やはりカリキュラムを変えていったということが、その結果につながったのではないかなと私は考えております。具体的に申しますと、英語が苦手な生徒であれば、英語の課題を増やすのではなくて、あえて減らすことで、その集中して取り組めるようにしていったりですとか、あとは国語だと読める生徒と読めない生徒がいたので、その文章をどうやったら読めるようにするのかというのをまず伝えるところから始めたり、どんどん戻っていって、そのできるところからスタートするっていうのが一番近道だったかなと思います。かしこまりました。英語が苦手な生徒で課題を減らしたら、英語以外の進捗は集中して良くなって成績が上がると思うんですけど、英語はそしたらなんか伸びないのかなと思ったんですけど、はい、大丈夫なんですか。それで授業の時間に実際に演習を多くすることで、その生徒自身が分からないことというものをその場で減らしていくように注力してまいりました。で、宿題もその範囲を、取り組ませることで復習を続けていくと、予習をさせないっていう形ですかね。ひたすら反復学習を続けていって、基礎を定着させるっていうことを
目指してやっていきました、うんうん。そういう意味だと総量を減らしたんですか、それとも総量は変えずに予習と復習を片手出してたものの、はい、予習をなくした分だけ復習を強化したみたいな感じなんですか。そうです、復習を強化したって形になります。あ、了解です、了解です。その一人ずつごとに合わせたっていうこと以外に全員が合格できた要因とか、ここに何かあったりしますか。そうですね、勉強だけの話ではなくてプライベートの話を授業の冒頭でアイスブレイクとして用いたりだとか、あとは少し自分自身浪人をしていたので、その受験に対するプレッシャーの話とかを緩和させるような話して、生徒の内面ストレスの部分を軽減させることができたのが良かったかなと思っております、うんうん、かしこまりました、ありがとうございます。それではですね、また別のことを伺えればと思うんですけれども、はい、自己 PR お願いしてもよいでしょうか。はい、私の強みは困難な状況でも絶対にやり抜くことができる力があると思っております。これは高校時代の挫折から得た経験なのですが、私は高校時代サッカーをしており、部員が100名近いかなりでかいチームに所属しておりました。私は入部して間もない頃腰の神経を痛めてしまい、医者からは激しい運動はもうしないようにしてほしいというふうに言われて、サッカーを諦めようと一瞬考えましたが、ここで諦めたくないと思い、腰の負担をかけないようなストレッチであったり体幹を鍛えるということで改善することができるのではないかと思い、半年間リハビリを続けていきました。結果としてはチームに復帰することができ、4チームある中の2軍まで昇格することができたので、リーグ昇格という目標に貢献することができました。このように私は困難な状況でもやり抜くことができるというのが強みであると思っております。しっこまりました、ありがとうございます。リーグ昇格に貢献できた。はい、リーグ昇格に貢献できたって形になります。それはチーム全体がどっかのリーグにいたんですかね、はい、どこ4チームあって、トップチームはまた別のリーグに所属していて、で、セカンドチーム2軍のチームもまた別のリーグに所属していて、3軍のチームもまた別のチームに所属していてって形だったので、自分のいた2軍のチームの、リーグ昇格に貢献できたっていう形になります。ああ、そういうことなんですね。ちなみに、はい、何リーグにいたんですか。地区トップリーグっていうところにいまして、で上がるとTリーグっていう都の全体の 30% ぐらいのリーグがあるんですけど、そこにまた 4段階に分かれていて、そこの4チーム目に入れるっていう形になります。 T リーグの4とかのそういう枠組みがあるんですね。枠組みがあって、そこの4チーム目に入れるって形になります。4チーム目っていうのは T リーグの4に4は4部って形ですね。あ、T リーグの4部に入ったってことですね。はい、すいません。トップリーグというリーグの1部から T リーグの4部に昇格したってことなんですか。はい、そうです。ちなみに1軍はどこにいるんですか。1軍は T リーグの、3部にいたんですけど、元々は、2部にいたんですが降格してしまったっていう形になります。うん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 、了解です、了解です。かしこまりました。怪我をしてしまってできなくて、リハビリしてどれぐらいで復活したんでしたっけ。半年間ですかね。はい、半年で復活して、そこから2軍に上がれたのは何が要因だったと思いますか。夏に毎年合宿を行っているんですけれども、そこで、自分自身プレーを監督の前で、一番いい状態のプレーを見せることができたというのと、がむしゃらさですか、練習の一番声を出す部分であったりだとか、先輩に声をかける部分だったり仲間に声をかけるっていう部分で頑張っていたのが評価されたのかなと思っております。うん、かしこまりました、ありがとうございます。それではですね、本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、模擬面接、初模擬面接ですかね。はい、すいません、めちゃくちゃ緊張してて全然1回目緊張しますよね。はい、やばかったです。でも大丈夫です、次2回目やったら半分になってますし、はい、もう1回やったら3回やったら3分の1になるんで、これを繰り返して経験積んできてるのがめちゃくちゃ重要です。はい、じゃあフィードバックしていければなっていうふうに
思います。自己 PR 行こうかなと思うんですけれども、自己 PR がですね、困難な状況でも絶対にやれる力があるというところで、高校時代のサッカーの話で、怪我をしてしまって練習できなくなってしまったけど、半年間かけて直して、結果4チーム中2軍まで上がれてリング昇格に貢献できたよみたいな話をしてくれましたっていうようなところだったんですけど、エピソード自体はすごくいいエピソードだなっていうふうに思ったんですけれども、改善できるのもあるなと思って、まずどういうところで思ったかっていうと、仕事での活躍イメージを持ってほしいじゃないですか。はい、仕事での活躍イメージを持ってもらいたいときに、高校時代の話っていうふうになると結構昔の話だなっていうふうに思われてしまうところが前提としてありまして、もし大学時代でふさわしいエピソードがあるんだったら、同じインパクトのエピソードであれば大学時代の方がだいぶ強くなるんですよ。はい、というふうに思った時に、塾のエピソード今回ガクチカで使わなかったじゃないですか。塾のエピソード結構しっかり取り組まれてると思うんで、だったらサッカーで怪我したけどやって2軍に上がれたという成果を出しているものと、高校時代に、はい、大学時代に塾講師のアルバイトで全員合格させたというエピソードだったら、こっちの方が成果としてもいいよねって思ってもらいやすいんじゃないかなと思ったので、はい、そういう視点でエピソードをこっちに切り替えてもいいんじゃないかなって思いました。で、塾のところで行くのであれば、はい、やっぱり一人一人に変えていったっていう、先ほどお話しいただいた部分とかですね。で、成果が6人全員が志望校に合格したってところですね。取り組んだっていうところでいくと、アイスブレイクをして打ち解けるようにしたよみたいなところなんですけれども、はい、結構あれですもんね、個別指導塾の場合って勉強があまり得意じゃない生徒多いんですかね、きっと。そうですね、本当にすごいズバ抜けてる子もいるんですけど、あとは学校に行くことができなくなっちゃった子とかも僕持ってたので、うんうんうん、あの2対1とかでそういう子がたまに夏期講習とかだと一緒になっちゃうことがあったので、そこの配慮の部分とかはすごい気使ってたなとは今思いました。了解です、了解です。やっぱりそういう人だったら勉強がそもそもあんま好きじゃないですもんね、きっと。はい、得意じゃなくて好きじゃないから、だからこそなおさらそういう人に勉強するんだって言っても、いや、嫌なんだよってなってバリア張られてしまうんで、そうなないにプライベートの話とか、そうです、アイスブレイクで、アイスブレイクしてあげたりだとか、自分自身が浪人してた話とかをすることによって、でも浪人した時こうだったけど大学生こんなに楽しいからどういいよみたいな感じの話とかするってことですね、多分。そのそうです、モチベートするときに、はい、みたいな話をして、ストレスを軽減させたりして関係値を作って、あとはその個別対応していくっていう風なところですもんね。はい、学校行くことできなくなってしまった生徒とか担当して、その子は学校行けるようになったりしたんですか。結局あの僕が途中で塾辞めちゃったので、うんうん、あれだったんですけど、進級もできないみたいな感じで言われちゃってる子が一人いまして、でその子のテストの点数があの赤点から8割に上がったことで、テスト自体はクリアしたんですけど、やっぱあの出席日数が足りないっていうので、まあ、それは物理的に無理ですもんね。そうです。であの学校を変えるってなって塾も同時に辞めちゃったっていう子がいたので、勉強面ではカバーできたんですけど、そっちの方ではカバーできないので。ああ、仕方ないですね、仕方ない。あ、 OK です、 OK です、了解です、了解です。あとうちの塾の特徴が一つあるのが、体験授業3回まで受けることができるんですけど、先生が3回全員違うんですけど、その先生の中で自分に合った先生を選ぶことができるので、生徒が選んでくれないと授業することができなくなってしまうんです。なので、あの一応選ばれてるっていう形にはなるので、そこがちょっと他の塾と違うところかなとは思います。うんうん、了解です、了解です。あと勉強得意な子とかもいたんですね。はい、いました。多分そういう子に対してはまた全然違う対応したんですもんね、きっと。そういう人にはどういう対応してたんですか。天狗にならないように、あの謙虚に行くようにしてました。模試の点数とかを結構自慢してくる子が多かったので、実際の本番自分がその経験で失敗してたので、もっとちゃんと勉強すればここ上がるんじゃないみたいな感じでアイスブレイクしながら、あの勉強に集中させるっていう風にさせてました。うん、あ、めちゃくちゃいいですね、めちゃくちゃいいですね。了解です、了解です、かしこまりました。じゃあ、今のところから、自己 PR 行こうかなと思います。はい、自己 PR お願いします。たら、はい、私の、自己 PR は顧客一人一人に合わせた臨機応変な対応ができるっていうところが私の、強みになります。具体的なエピソードといたしましては、個別指導塾でのアルバイトの経験になるんですけれども、私がその塾講師をしていた時にはですね、勉強がすごく苦手で、学校にも行けない生徒もいましたし、逆に勉強めちゃくちゃ得意っていう結構さまざまな生徒を担当していまして、人によっての対応っていうところにかなり最初は悩みだったり難しさを感じていたんです。
んですけれども、塾のスタイルとして模擬授業で選ばれた先生の授業を受けれるというスタイルだったので、自分を先生として選んでもらったからにはしっかりその期待に応える、その本人たちの志望校の合格まで導いていきたい、そう思って、生徒と向き合ってきました。その中でまず、行ってきたことといたしましては、勉強が苦手な子の中にはもう学校にも行けない不登校になってしまってるっていう風な生徒もいたので、まあ、そういった生徒であれば本当に勉強が嫌で、私も先生という立場なので勉強を無理やりさせる人みたいな、そういう関係性になってしまうと学校に行きたくなったのと同じように塾にも来なくなってしまうなというふうに思ったので、まずそうならないようなアイスブレイクっていうのを徹底的に行っていきました。趣味の話であったりとか、あと私自身の自己開示っていうところも、あの本人の話も聞きますし、自分の自己開示っていうこともするしまして、先生という関係性じゃなくてお互い人としてのコミュニケーションをまず取って信頼してもらう、その後に勉強の話をするということを行っていました。だからその関係作ったとの勉強の話でも、それこそ国語でも授業だったらもうそもそも本が読めないみたいな、文章が読めないみたいな状態であったりだとかもしたので、まあ、そういった生徒の場合には文章の読み方からしっかり一歩一歩伝えていくことによって学習を進めていけるような状態にするといった対応をしました。またすごく勉強ができる生徒もいたんですけれども、そういった生徒の場合にはですね、全く違うことをやってたんですけれども、天狗になりすぎないようにみたいなことを意識しながら勉強のサポートしてきました。すごくやっぱり模試の点数とかが良かったりすると、まあ、嬉しくなってしまって、そのこんなにいい点数だったよみたいなのを前に言ったりだとか、あの調子に乗ってしまうみたいな、まあ、ちょっと極端な言い方するとそういうところがあったんですけれども、自分自身の経験がそうだったんですけど、私も浪人してまして、受験で模試ではめっちゃ合格する余裕でいけるよっていうところなんですけど、本番で滑ってしまって浪人したという経験がありまして、やっぱりその自分の経験を伝えることによってまだまだ伸ばせる余地はあるから、ここをじゃあ次やっていこうよっていう風な形で、本人がその天狗になってしまってあのアクセルを緩めないようにしっかり全力で進み続けられるようにっていうのをサポートしてきました。そのような一人一人に合った対応ということを心がけた結果、私が担当した受験生は6人いたんですけども、6人全員が志望校に無事合格することができました。このように私はですね、顧客一人一人に合わせた臨機応変な対応ができるっていうところが私の強みだと思ってます。こんな感じです。はい、ありがとうございます。すごい自分の言いたいことが全部伝わってるなっていう感じがしました。すいません、臨機応変なより柔軟な対応とかの方がもしかしていいかもしれないですね。ちょっとその辺なんか言葉 ずれてそのとこあったら合わせていただければと思うんですけど、これでイメージしたことっていうのが、アウトドアショップってお客さんの客層結構いろいろで、めっちゃ素人の人とかも来れば、すっごいベテランとかもうプロの人も来ると思うんですよ。プロって言ったら分からないですけど、めっちゃ詳しい人とか、はい、そこに合わせた接客を自分はできる、あ、この人採用したらやってくれそうだなっていうイメージを持ってもらいたいなと思って、こういう感じで伝えました。ありがとうございます。全体的な感想とか今日やってみてみたいなところ伺ってもいいですか？今日やってみて思ったことは、まだ軸がしっかりしていなかったので、今日からしっかりとあの面接の練習もしていこうかなと思ったところと、自分自身をもっと伝えていけるように、あのいろんな方と練習をしていけたらなと思いました。いいと思います。練習すればするほど良くなっていくのも、いくと良くなっていくと思うんで、ぜひやってみていただければなと思います。ありがとうございます。じゃあそんなところで今日の模擬面接以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。はい、模擬面接は以上になります。これを見た皆さんの就職活動に少しでもプラスになるような情報がお届けできていればなと思います。皆さんの就職活動が成功することを心より応援しています。最後まで見ていただきありがとうございました。